皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今箱根の強羅というところにいます。皆さん行ったことありますか？聞いたことありますか？昨日は小田原から箱根に行って、箱根のエアビーに泊まりました。 Airbnb に泊まりました。もうその時の動画は出てると思うので、ぜひそちらの動画も見てください。今日は箱根2日目ということで、箱根湯本から強羅に来て、そしてまた箱根湯本に戻ります。バスに乗ったり、ロープウェイに乗ったりする映像が出てくると思うので、ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。じゃあご覧ください。まずは箱根湯本駅から大涌谷に行きます。いろいろな行き方があるんですけど、今回はバスで行きます。ここに日本語と英語と中国語でバスの乗り方が書いてあります。バスが来ました。バスに乗ります。私はバスに乗るときスイカを使いました。お願いします。あ、こっちで。はい、ありがとうございます。皆さんはよくバスに乗りますか？コメントで教えてください。降りたい駅がアナウンスされたらこのボタンを押します。この日はすごく渋滞していました。箱根湯本駅から35分くらいで着く予定だったんですけど、結局1時間くらいかかりました。私たちはスケジュールに余裕があったので全然問題ありませんでした。むしろゆっくり自然の景色を楽しむことができてよかったです。あ、すいません。ありがとうございました。大涌谷に着きました。そして今黒卵を買いました。ちょっと店内だったので撮影が難しかったので撮影しなかったんですけど、4個で500円です。ちょっと見せます。風が強い。はい、この中に4個入ってます。ちょっと開けます。あ、ごめん、落としてしまった。あ、わーい、本当に黒い卵です。あ、ちょっとあったかい。はい、ゆで卵になってますね。そして塩もついてます。これをかけて食べます。殻を剥いたら普通の白いゆで卵です。いただきます。うん、美味しい卵。景色すごくないですかね。これを1個食べると7年寿命が延びると言われています。だからもし80歳まで生きるとしたら、これを1個食べれば87歳まで生きると言われています。これが黒卵です。風が本当強い。風強いし本当寒いんですけど、富士山が見えます。あれが富士山です。ちょっと雲がかかっちゃってるんですけど、綺麗ですね。いやこんな感じです。いや本当に人が多いですね。あ、でもね、本当に自然を間近で感じられる場所なので、興味がある人は来てみてください。ここに来るときはバスに乗ってきたんですけど、これから強羅という場所に行きます。今からロープウェイに乗りたいと思います。これですね、箱根ロープウェイ。はい、今ロープウェイのチケット買いました。早雲山というところまで行きます。1人1500円です。はい、片道を乗り間違えます。
どちらもいいよ。あ、こっちに座る。じゃちょっと怖い私がわあ、でもゆっくりだねわあ、下がります。おお、ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。いや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 、よいしょ。なんか写真とか動画撮ってたらあっという間に着きました。皆さんに景色をお見せします。こっからの景色もすごくいいですよ。見てください、山綺麗だよね。山ここからケーブルカーに乗って強羅に行きます。買います。2人分買いますね。友達の分も買うので切符で強羅430円、これかで、お金を入れます。ここで IC カードをただいま発券中です。ありがとうございます。お釣り切符をお送りください。お釣りを取ります。改札がないので切符をお持ちのお客様お入りくださいって書いてあります。切符買ったのでそのまま入ります。乗り場こっちです。あ、本当に景色がいいです。これはエスカレーターです。今から乗るのは箱根登山ケーブルカーです。これに乗ります。乗ります。早雲山から約10分で強羅に着きます。乗り換え時間が短いですのでお時間気をつけてください。箱根湯本方面の登山電車お乗り換えのお客様、お時間気をつけてください。今向こうから来ました。本当に結構坂ですよね。でこの強羅から箱根湯本に行きたい人はここで乗り換えて、強羅で乗り換えて、今度は登山鉄道というものに乗ります。今まで乗ってたのはケーブルカーなんです、はい、だからここで必ず乗り換えをしなければいけません。はい、強羅登山ケーブルカーに乗っていました。私たちは、強羅でお昼ご飯を食べようと思ってるのでここで一回出口から出ます。ありがとうございました。今駅員さんに手渡しで切符を渡しました。これで出ることができました。はい、強羅駅に着きました。公園坂を歩いてみたいと思います。結構人多いですね。撮影許可が取れたのでこちらでお昼ご飯を食べます。お店の情報は概要欄にあります。デザートも美味しそう。森のパンケーキとかオムレットもあります。こっちがお食事メニューですね。カレーとかハンバーガーがあります。あとパスタもあります。プラス400円でソフトドリンクのセットにすることができます。いいですか。はい、この6番サーモンとキノコのクリームパスタ
と、5番のトリュフ風味のトマトパスタ、はい、で2つともソフトドリンクのセット、はい、でカフェラテのホット2つともでお願いします。はい、はい、以上でお願いします。ソフトドリンクはこんな感じです。コーヒー、ティー、ホームメイドって書いてあるね。あ、ビールもある。カフェラテが来ました。セットのサラダとスープが来ました。スープの中にはコーンが入ってます。パスタが来ました。これが友達が頼んだサーモンとキノコのクリームパスタで、こちらが私のトリュフ風味のトマトパスタです。美味しそう。こちらのセルフレジでお会計をしました。友達がご馳走してくれました。友達がおごってくれました。はい、こちらが今お昼ご飯を食べたところです。強羅駅の方に戻ります。強羅駅がこっちにあって、見てください、この山の景色最高じゃないですか。綺麗ですよね。これ12月に撮影しています。なのでもうね、紅葉は残ってないんですけど、でも綺麗です。駅の近くのお土産屋さんをちょっと見てみたいと思います。すみません、こちらの私のチャンネル名になります、はい、よかったらちょっと映しても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。今お店の方の許可を取りました。はい、寄せ木細工っていうのは伝統的なもので箱根ですごく有名なんです。あ、ここに英語の説明もあります。伝統工芸ですね。すごく綺麗ですよね。すごい。秘密箱もあります。新米、お米も売ってます。この辺は漬物、あとね、まんじゅうたくさんあります。お土産ショップに行くと売ってます。まんじゅうの中にはあんこが入ってます。これは箱根まんじゅうです。韓国語、中国語、英語が書いてありますね。YouTube に投稿するときにお店の名前書いても大丈夫ですか？はい、宣伝しときます。はい、ありがとうございます。すいません。これいくらですか？1個2個で200円。あ、2個で200円。あ、じゃあ買います。あ、ここにも多言語で書いてありますね。よし、じゃあ200円です。はい、ありがとうございます。あったかい、後でいただきます。すいません、ありがとうございました。多分投稿するの来年になってしまうと思うんですけど、必ずお店の名前書きますので、ありがとうございました。失礼します。やった、撮影させてもらいました。ありがとうございました。はい、お店はこちらです。お土産の店中村屋という名前です。もう本当にね、駅がこっちなんですよ。本当に駅のすぐ近くにあるお店なので、皆さんもぜひ行ってみてください。強羅から箱根湯本に行きます。駅員さんに切符見せます。お願いします。どうぞ。電車が乗車の際、足元の段差隙間に十分ご注意ください。本日も登山電車をご利用くださいましてありがとうございます。普段は電車に乗っている時、スマホで仕事をしていることが多いんですけど、今回はすごく景色が綺麗だったので、スマホを見ないでずっと景色を見ていました。到着は38分発、大浦行きです。箱根湯本駅に着きました。切符を入れて改札を出ます。
はい、箱根強羅 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？今日も最後まで見てくださってありがとうございます。今日はここまでです。また来週。バイバイ。